はい、どうも、ゆうとです。今日もプロスペースやっていきましょう。ということで、今回はですね、今シリーズ1とシリーズ2が同時進行で出てると思うんですけど、まあシリーズ2が完全移行するタイミング、まあまだ確実な日程はわかんないんですけど、ミキサーを見る限り、まあ残り約20日後ぐらいからシリーズ2に完全移行するんじゃないかなっていうのが予測できるので、まあ、今回はですね、シリーズ2に完全移行するまでに期限が切れてしまう契約書を一気に引いていこうかなと思っております。ちなみにね、今こんな感じで契約書貯めてるんですけど、まあそうですね、20日後ぐらいに完全移行すると思うので、まあちょっとだけ余裕を持たして残り22日ぐらいまでの契約書を引いていこうかなと思っております。契約書何枚あるんだろうな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 ゴールド契約書が10枚で、 S ラン確率 10% の契約書が1枚、 30% の契約書も1枚かな。計19枚ありますので、今回こちらを引いていこうと思います。ちなみにね、ただいまの時刻深夜の2時なんで、まあ、今回も深夜の方が S ランク出るんじゃないか説の検証も兼ねてやっていこうと思います。まあ毎回深夜に引くと最低でも1枚とか2枚はね、 S ランク毎回出てくれてるので、今回も期待したいんですけど、まあいつも以上にね、期間がちょっと短いので契約書の数も少ないんでね、とりあえず1枚は S ランク欲しいですね。シリーズ2の S ランクが当たってくれれば嬉しいなと思ってます。まあ一応引いていく前に狙っていきたい選手見ていくんですけども、毎回言ってるんで本当簡単に見ていこうと思います。ちなみにね、今自分のオーダー的に、まあリーグオーダー的にピッチャーがいないので、もう完全にピッチャー狙いでいきたいなと思ってます。まあまずカープだとジョンソン選手ですね。まあ能力的にはオール B なんですけど、まあ A ランクのジョンソン選手がもう5枚以上あって、限界突破、極み、称号とかね持っていけるので、まあジョンソン選手そろそろ欲しいなと思ってます。ジャイアンツだと山口選手ですね。まあ能力的に ACA っていうことで結構高くなってるので欲しいなと思ってます。まあ今シーズンもね、ちょっと菅野選手が調子悪い中で、山口選手が結構ジャイアンツのピッチャー陣を引っ張ってたっていう感じだったんで、まあ球種もね、スライダー、フォーク A だし、まあワンシームもあるし、まあ山口選手今まで S ランクやったことないんでね、欲しいなと思ってます。中日だとまあ大野雄大選手、まあ能力的にも高くなってますし、まあツーシームですよね。ツーシームがちょっと A になってるので、リアタイなんかで使いやすいんじゃないかなと。まああとそれでいくとね、中継ぎのロドリゲス選手、こちらもツーシームが A なので、まあこちら中日だとこの2人をね、欲しいなと思ってます。まあ楽天だと則本選手ですね。正直今回一番欲しいの則本選手かなっていう感じですね。まあ能力的にももちろん高いですし、球種もね全部能力値高いし、まあ個人的な話すると、今リーグオーダー楽天枠が足りてないので、まあ投手がいない、そして楽天枠がいないっていうことで、まあ則本選手当たってくれれば自分のリーグオーダー的には一番いいかなというふうに思ってます。続きましてオリックスだとね、山本選手、正直さっき則本選手一番狙いって言ったんですけど、山本選手と則本選手、この2人が一番狙いですね。まあ能力値がこのシリーズ2になってめちゃくちゃ上がってて、まあ先発中継ぎ両方できますし、まあ球種もいいですよね。まあ個人的な話しますと、去年のアニバーサリーの時に S ランクゲットしてて、限界突破極みまでできますので、まあ速攻リーグオーダー入れていけるんでね、欲しいですね。日ハムだと宮西選手、正直中継ぎがいなくて、今先発陣で中継ぎができる人が中継ぎしたりしてる状態なんで、まあ宮西選手能力高いし、こちらもだいぶ前に宮西選手ゲットしてて、限界突破も極みまで持っていけるんでね、欲しいっすよね。まあ個人的に金子千尋選手もね、限界突破極みまで持っていけるんで、まあ球種めっちゃあるし、まあ金子選手当たってくれてもいいなというふうに思ってます。まああと上沢選手か、まあ能力高いですよね。ただ限界突破が1回しかできないっていうのがあるんですけど、まあ今までゲットしたことないんでね、上沢選手も欲しいっすね。まあソフトバンクだとモイネロ選手欲しいっすね。まあ中継ぎがいなくて、まあ中継ぎでこんだけ能力高いんで、まあ中継ぎ枠としてね、モイネロ選手当たってくれても嬉しいなと思ってます。まあこんな感じですかね。まあとりあえず一番の狙いとしては山本選手、則本選手、この二人一番の狙いで、まあ他にもね、ピッチャーでいい選手、先ほども言ったような選手がいる
るんで、まあそのあたりが当たってくれればいいかなと思ってます。まあとりあえず今回 S ランク確定の契約書ではないので、 S ランク出てくれればいいんですけど、まあその中でもさっき言った選手が出てくれればいいなという感じで引いていこうと思います。それではね、ゴールド契約書17枚なので、とりあえず10連いきましょうか。まあ深夜に引いていくので、最低でも S ランク選手は出てほしいなというふうには思ってます。もうシリーズ1でもいいんで出てほしいですね。それでは10連いきましょう。はい、さあ頼むよ深夜。おーおほーい、さすが深夜だな。これでマジで狙った選手が来るとテンション上がる。さあどうだ、さあ来い、何枚でも来ていいんでね、1枚と言わず。おお、渡辺選手、とりあえず S ランク選手1枚ゲットです。もう1枚欲しい、ラスト。まあ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 、とりあえずまあ S ランク選手1人出たんで OK でしょう。それでは残り7枚のゴールド契約書をですね、引いていきます。はい、これで7枚ですね。まあとりあえず S ランクも出ていい流れなので、狙ってる S ランク選手が出ることを願って7連いきます。さあさあ、まあまだわかんないんでね、これは微妙かな。割れろ、まあ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  A ランクは確定かな。お、内川選手か。まあでも内川選手俺も正午前つけちゃってるからな、限界突破ではちょっと使えないですね。まあまあそう簡単に S ランクは出ないですから。それでは残り2枚ですね。 S ラン確率 10% の契約書と 30% の契約書。じゃあとりあえず 10% の契約書からいきましょうか。じゃあいきます。ここで出てほしいけどな、これいいんじゃない。うん、どうだろう、これはちょっと微妙かな。割れてくれればいいけど割れないか。バルガス選手、ついにラストですね。 30% の契約書、こちらで S ランク出して気持ちよく終わりたいと思います。それでは行きましょう。さあ S ランク来てくれ。おおっしゃー、来たー。いやー深夜いいな、気持ちいいな深夜。あとはまあ誰が出るかですよね、ここは。まあシリーズ2欲しいけどね、とりあえず。おー、シリーズ1K 鈴木選手。まあということでね、今回シリーズ2に完全移行するまでに期限が切れてしまう契約書っていうのを引いていったんですけど、まあ深夜っていうこともあってね、 S ランク2枚出たんで、まあ良かったんじゃないかなと思ってます。まあシリーズ2にね完全移行したタイミングで今貯めてる契約書とかもね一気に引いていこうと思ってますので、まあ皆さんもねシリーズ2に完全移行するタイミングに合わせて契約書を貯めておくと、まあ確実にねシリーズ2の選手をゲットできるので、まあ契約書のをね貯めていっていただければなと思います。まあということで、これからもプロスペース頑張っていきましょう。ありがとうございました。顔を上げて深く息を飲め、視線が着地したら張り上げろその声を、握っている拳の強さは叶えと願う偽りなりフレーズ、どんどきそうで届かない、散歩を下がって上層をつけて越えていけばいい、新しい未来へと解き放ってドアを、今見えるものそれだけが現実じゃない、這い上がれ何度も切り開け朝を、今を想うことそれだけが理想じゃない、振り踊りつまずいたってできる。
しいステージへと。